大航区。大航区は台湾台中市の四角区。大航区は台湾中部の沿岸地域に位置し、台中市の北西部に大航径下流の北岸に位置している。東は外北と西は台湾海峡及び台安区と南は大航径を挟んで、清水区と北は苗栗県沿里鎮と接している。南北は約 8.34km、東西は 約 9.07km となっている。区内には大口径と大安景が南部及び中部に流れている。気候は亜熱帯気候に属し、年間平均気温は摂氏24度前後、地理条件と季節風の影響を受けるため、春は寒気と暖気が衝突する影響により雨が多く、夏は南西の季節風の影響により、山間部で大量の雨が降ることに加え、 台風の影響を受け、非常に湿度が高く、雨量の多い季節となっている。5月から8月までの降水量は、平均200ミリメートル以上であり、年間降水量の2、3を占める。秋になると9月下旬から2月まで、東北の季節風の影響を受け乾燥し、また強風に見舞われることもしばしばである。そのため沿岸部には強風を避けるための防風林が、沿岸部に広がっている。 大港区は、漢人が入植する以前は、平保族堂、ここ族、トコスの居住として、狩猟、工作が行われていた。当時は大港付近の平保族は崩れ山、よもぎ山発車、大港から遠離系一体の平保番社の意味呼ばれる、集落が存在し、大港地区には、大港島、現在の馬名保、大港生、現在の儀は里、と、火里、総領、県境里、 日南、日南座との四分社が設けられていた。漢人の流入は1669年頃に始まったと考えられる。帝政公が武将の流国権を派遣して大光鉄木ヌタ山で遁殿を実施したのが始まりである。現在の大公国中付近の栄番口及び金床山の権威という地名がその歴史の名残を現在に留めている。その五神による 台湾統治が開始されると台湾への渡航制限を受けたことから開発に影響与えた。しかし1701年に解禁政策が緩和されると漢人による大規模開発が再開され、大行も例外ではなかった。当時の大行入植者の大半は福建からの移民であり、特に先週席の居民が多数を占めていた。これらの入植者は四角より上陸し、 北に向かって開港を進める経路と、大港の北西 5km の大安港あるいは、温港より上陸し、大安町九省、下九省を経て、大港に至る経路があった。やがて鉄、三の裾その二、頂天台法、現在の第一工募付近及び斜尾町店一帯に、集落が形成されることとなった。当時の大港地区内の早期集落のうち、 北端の集落が比較的早期に発展を見たため、この地区を現在、旧省と称されている。この時期の集落の発展は、水利開発と密接な関係を有している。1734年、林清掃は大港の開発と同時に灌漑整備を図り、1780年には、大分製により、大港、現在の虎岩台が整備され、灌漑面積が 飛躍的向上した。こうして整備された、灌漑施設に沿って集落が発展し、入職者の生活も安定したものとなった。このような推理事業は、農民個人により開発されるものでなく、規模の大きさから集団での資金と労働力を結集して、初めて実現する正確の事業である。また、生活水準の向上により社会分業が明確となると同時に公益が出現。 これが町へと発展していく。同時に民間信仰を守るために寺病を中心としたコミュニティが形成され、集落内の防衛、教育、公益などは寺病を中心に発達するようになった。大公地区では新書に国政病と鎮蘭宮などが混流されている。新代中期以降は住民により寺病混流が一層に促進され、定説保水神病、鎮乱宮、 文章史病などが陸続と混流され、地域発展の中心となっていった。また、大光外区新城は大光系大安系の両河川の中央に位置していたが、比較的多々、第二位置していたため水害の被害が少なかった。また、大光新城は、金床山、水尾山の両山の裾野に広がる高里大地に位置し、外歩、高里、 豊原などへの交通の要衝としても発展していった。大光市街、新城は1732年に、新乱宮が、県病された後、次第に農村集落から都市へと発展していった。1787年商業が、おもだてされると、近隣の農村から痛みが集中し、商業都市へと発展する契機となり、当時の大光本内の経済活動の中心地となった。 1816年、四角を準権書が大光に移されると、大光は南北交通の要衝となり、経済以外に行政の中心としての地位をも獲得するに至った。1827年、林里氏、林光聖らが都市の防御機能と威厳を上場させるために城壁を築くことが提案され、ここに大光石砲が建築されることとなった。 城壁は市内を不規則な形状で囲いにをするように建築され、その長さは五百十畳、高さは二畳に達したとされる。城壁は卵状の石を積み上げたものであり、石同士の隙間には石灰と黒糖、米を混ぜたものを接着剤として用い、城壁上には防浪が設置された。また四門を設置し、東門は現在の文風路航路局に位置し、 くぬぎ川下と、西門は、現在の九尺路路京州留病に位置し、岩海と、南門は、現在の順天路南門定設廃房の北側に位置し、風と、北門は、現在の順天路二百五十八号、以前の福井佐尾寺席に位置し、深四温とそれぞれ命名された、日本統治時代に撤去されている。年に、東門引に記された文章の中に、 大公石保ため、阿波、秋行会、南北の省、巨民中密証拠服装の記載があり、この時期大公は行政都市機能としてばかりでなく、同時に公益が流盛な商業市街として発展していたと記録されている。発展を続ける大公市街であるが、それは台湾の一般的な市街地同様地理環境と集落分布、そして 自然条件に依拠した、極めて不規則な発展を遂げた有機的なものである。大江新城地区の発展は、最初大外、現在の順天路を基礎として、そこから南北に発展を開始した。その後外歩、交差と台安地区の農村集落のあぜ道と連絡され、そして大安港に、荷上げされた貨物の輸送路が整備され、西門外、現在の区弱路が形成された。 当時の交差と一体と大港外区の工事は歪曲しており、交通に不便であったため、1839年、地元有力者により5メートル幅の電が舗装された東門議路建設が行われ、大港外、西門外、三角外と合わせて当時の商業の中心地を形成した。大舗内の状況を見てみると、主要な商業道路としては六尺幅、赤布の大街が挙げられる。 また北門外、現在の文部路から、福徳祠間館の順天路には米市が、竹中寺口、現在の第一市場一帯には、魚市が設けられ、順県所は、現在の順天路電信局に、守備所及び兵営は、旧順天国商工は土地に設けられていた。旧大公市街は、自然成長による小型都市であったが、 1896年に日本による統治が開始されると2次にわたる都市計画により大公は大きな変貌を遂げることとなった。1905年第一次宿改正により城壁が撤去され、1908年には東門が翌年南門及び北門と次々に撤去されていった。1922年海岸線が開通し大光に駅が設置されると、 駅周辺及び、丹前の現在の小航路の開発が進み商業活動は、ここまで延伸されることとなった。大航海は、旧来の6尺幅から18尺幅の下水道施設を備えた道路に整備され、道路両側の建造物は、大正式、昭和式と称される新式建築として、再建されるようになり、中国文化の色彩が薄い景観が出現した。 また1934年には第二次市区改正が実施され、大概、現在の順天路を中心に、東西及び北方へ、新たに道路が建設され、五番上の都市景観が出現した。また道路幅も王子16.2メートル、中地12.7メートル、工事7.25メートルに規格化され、縦貫航路、現在の中、山寺や、大安街、現在の文部路、西門街、 現在の九ク,クロなどが次々と整備されていった。戦後は区は拡大の一途をたどったが、中心地は新蘭宮を中心とする順天路周辺であった。これは大江の東には山がそびえ、地理的条件から発展に限界があったのと、鉄道により東西地区が分断されていたのが原因である。戦後初期の発展は、九条閣内の朝日、大港、順天、 アナモンの四里を基礎に周辺に波及していた。その中でも南に位置する南洋、風の二里の発展が最も顕著であり、1960年代には、その発展は西側にも波及し、平安、正美里が成立した。最後に、東側の中山里及び北側の文竹里の発展を見るに至り、1969年になると、商工路西段に新三里が設けられるに至った。 大光市街地区は南北に、順天路、中山寺、東西は、文風路、光明路を主軸として、市中心部より外部に向かって発展した。戦後は、日本統治時代に整備された、五番状の道路を利用して発展してきたが、1974年に大光地区の大光鎮都市計画が提出され、1981年には、日南地区での都市計画が発表された。 これらの都市計画により日本統治時代の五番状の道路のほか、大東鉄道跡地を利用して大規模な外観道路、現在の警告路が新たに計画され、同時に東西南北それぞれに住宅地と工業地を計画されている。現在では日本統治時代に建設された五番状の外区と新たに建築された新市街が複合的に組み合わされた都市として、 発展を続けている。大公で最も有力な観光資源としては、大マソデジュ順がある。これは、鎮乱宮に祭祀されているマソが、北光朝天宮を目指すもので、一般には、海、娘家、里帰りの意味と称されている。全皇帝七泊八日で徒歩により巡業するもので、その日程は、現象説に九時により決定される。森垣子車体、戯れ藩、 縫い畑、神玉、麻生高重の乱腰など、相当の随行者を従えての下準の列となる。下順は、昇華市、西田、どこを経て、が吉信仰に到着し、翌日、祝樹大展を行った後に再び大港に戻る。途中は三十4の高鎮を経由し三百キロメートルの皇帝となっている。下順期間中は、全国の信者が大港で参拝するなど、 台湾の民間振興の中で重要な地位を占める行事となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。